どうも、こんにちは。クミポリチャンネルにようこそ。では、早速、始めるよ。今回は、特に応用範囲が広い、スリップスロップについて解説するよ。エスラムの記憶や、命令の設置など、信号の状態を保持したり、クロックの周期を変えたりといった動作に使われているんだ。前回まではロン理解路だったけど、今回は違うのかな？いや、ロン理解路の応用であることに違いはないよ。よく使われる割に、仕組みまではあまり理解されているとは言い難いんだ。情報処理系の試験にはよく出てくるので、知っておいて損はないと思うよ。スリップスロップには、RS 型、JK 型、D 型、D 型の4種類があるよ。状態を保持するので、ラッチ回路、とも言われるんだ。まずは、RS 型と JK 型について、同期信号を考慮しないタイプを見てみよう。最初は、RS 型。セットリセット型とも言われるものだよ。R と S は、リセットとセットを表していて、それぞれが入力端子になっているんだ。右側が出力かな？似たような名前が。わらわら下つあるけど、右側は出力だね。 Q がメインだけど、上に線がついた Q バーのセットで用意されているんだ。 Q バーについている線は論理反転を意味しているよ。なので Q バーは Q の逆論理が出力されることになるんだ。論理回路で文字の上に線があるものは〇〇バーと読んで論理反転の意味になることは覚えておいてね。論理が反転していることを文字で明記することは、とても大事なんだ。では、RS 型スリップスロップの論理回路を見てみよう。なんとなく複雑そうなものになっているね。これはノアを使ったものだけど、S の側に Q バーが映っていることに注意が必要だよ。まず、S と R が0の時を考えてみよう。Q が0、Q バーが1だった時、Q と Q バーの状態が、変化しないことがわかるかな。直線の Q や Q バーの状態を使うのが、スリップスロップの特徴なんだ。ちなみに、電源投入直後は、Q も Q バーも0から始まるので、ステイな動作になるよ。初期にこういう状態になるよう、対策が必要なんだ。では、Q が1、Q バーが0の時に、S も R も0ならどうなるか、見てみよう。この時も、変化しない、ということになるよ。つまり、S と R が両方0だったとき、RS 型スリップスロップは出力の状態を保持する動作をするんだ。ではここから、R を1にしてみよう。すると、下側のノアの出力が0になり、それに伴って、上側のノアが1になる。その結果が、下側のノアに入るけど、出力は0のままなので、最終的に安定するんだ。R を0に戻してみよう。ノアは、入力がすべて0の時だけ1になるので、Q も Q バーの変化はしないよ。これはさっき見た、保持、の動作になるね。ここから、S を1にすると、上側のノアの結果が0になる。次に、下のノアの結果が1になるね。その結果が、再び上のノアに入るけど、結果は同じ0のままなので、これもここで安定するんだ。このように、セットを1にして、リセットを0にすると、Q が1にセットされ、リセットを1にして、セットを0にすると、Q が0にリセットされる動きをするんだ。Q バーは常に、Q の反転になっているよ。セットを1にすると Q が1、リセットを1にすると Q が0になるのはわかるんだけど、セットとリセットの、両方が1になるとどうなるの？原則、禁止、とされているよ。禁止？両方1にすると、壊れちゃうとか？いや、まず出力が矛盾するようになるんだ。例えば、ここから R を1にしてみると、Q も Q バーも0になってしまう。逆に、R が1、S が0の状態から、S を1にすると、これもやはり出力が両方0になってしまうんだ。これは、Q と Q バーの関係を考えると、おかしいよね。変なのはわかるけど、禁止、っていうほどでもないような気がするなぁ。そうだね。
ただスリップスロップという言葉が、シーソーの、ギッタンバッコン、から来ていることもあり、その本来の動きをしないという意味で、禁止、とされているんだよ。また、両方を同時にゼロにしたときは、Q が1になるのか、ゼロになるのかがステイなんだ。S と R のどちらかが遅くゼロになるだけで、その後の Q が、1かゼロかわからなくなるし、全く同時にゼロになっても、R が1のときと同じになる。これは内部回路や、そもそもの入力が全く同時にならないことが多いこと。それらがたまたま揃ってゼロになることもあることによるよ。つまり、使うものや状況によって、動きが異なることになる。これは、論理回路としては失格なんだ。なるほど。ルールに従わないことがあるから禁止、ということなんだね。どっちがレルかわからないんや。論理やないもんね。そういうこと。さて、心理指標や、用途については後でまとめるとして、次に JK 型スリップスロップを見ていこう。JK とか言ってしまって、大丈夫なの？いろいろ。ちょっと何言ってるのかわかんないけど、このスリップスロップは、RS 型スリップスロップの、禁止、をなくしたタイプだよ。名前の由来は、謎なんだ。ってことは、J と K で、セットとリセットの動作をして、両方1でも何らかの動きはする、ということかな？そうなるね。RS 型スリップスロップの改善版のような位置づけなので、中に RS 型スリップスロップが使われているよ。というわけで、論理回路を見てみよう。これは、同期信号なしだけど、ネットでよく見る論理回路だよ。J がセット、K がリセットの役割になるんだ。赤枠に、RS 型スリップスロップが使われているね。でもこれでは、うまく動かないんだ。どういうこと？試しに見てみよう。初期状態をこのようにしたとき、J と K が両方ゼロなら、出力はそのままだよ。JK 型スリップスロップは、基本的に RS 型スリップスロップと同じ動きをするんだ。ここから両方を1にすると、Q バーからのフィードバックによって、セット側が1になり、リセット側はゼロになる。すると、Q バーがゼロ、Q が1になって、出力が反転する動作をするよ。RS 型では禁止になっていた入力に、見事に役割ができたね。問題なのは、このまま放っておくと、再び反転して、Q が0、Q バーが1になって、また反転して、送り返してしまうことなんだ。実質、禁止みたいなもんやん。そう。だからこのままでは使えないよ。実際は、同期信号を加えて、信号の変化で出力が決まるようにしないといけないんだ。ちなみに、同期信号を追加した、こんな論理回路もよく見るけど、これも同期信号が1の状態であれば、論理回路の限界速度で振動するので、ダメだよ。信号の変化で動かすためには、どんな回路にすればいいの？では、対策された JK 型スリップスロップを見てみよう。ちょっとややこしい論理回路になるので、RS 型スリップスロップ部分は省略して紹介するね。これが、エッジトリガーで動作する、JK 型スリップスロップの論理図だよ。うわぁ。気持ちはわかるけど、聞かないでほしい。では、この論理回路の動きを見てみよう。Q が0、Q バーが1の状態で、J、K、同期信号をすべて1にしたとするよ。この時、2段目のスリップスロップが、保持動作になるね。ここで、同期信号を0にしてみよう。1段目の出力が、保持されるところがポイントだよ。この時に、1になっている出力が、2段目の入力になるんだ。これにより、最終的な出力が動作する、ということになる。同期信号が0のままだと、1段目が出力を保持するので、このまま安定する。同期信号を1にしても、2段目が出力を保持するので、同期信号が1から0になるとき、つまり立ち下がりで動く、ということだね。これでめでたく、J と K が両方1のときに、Q と Q バーを反転させる動作になって、RS 型スリップスロップで、禁止、になっていたところに、機能が追加されたよ。同期信号を動かさないといけないけど、マシになったね。ここまで工夫しないと、
RS 型スリップスロップの禁止動作をなんとかできなかったの？そうだね。RS 型スリップスロップ以外は、同期信号によって、出力を決める方式が取られているんだ。回路規模は、ほぼそのための拡大だね。JK 型スリップスロップは、D 型スリップスロップの元になっているので、動きを理解しておくことは、重要だよ。次は、D 型スリップスロップ。D はトグルの頭文字だよ。D の信号を変化させるたびに、出力 Q と Q バーが反転するんだ。ここにある、三角形の記号は何？同期信号の入り口には、こういう印をつけることになっているんだ。このスリップスロップは、D への入力の変化で、出力が確定するので、D が同期信号ということになるよ。さて、これは先ほどの、JK 型スリップスロップの論理回路だよ。実は、D 型スリップスロップも、似た構成になっているんだ。これと、どう違うの？では、D 型スリップスロップにしてみよう。ネガティブエッジタイプだけど、どこが違うかわかるかな？JK 型スリップスロップの入力が、ロッチの位置で固定されているね。お、早速見つけたね。D 型スリップスロップは、JK 型スリップスロップの反転機能だけを使う形になっているんだ。あと、同期信号の入力だったところが、D の入力になっているね。その通り、D 型スリップスロップでは、JK 型スリップスロップの同期信号を D の入力としているよ。JK 型スリップスロップと似ている、と言ったけど、ほとんど一緒なことがわかるかな。JK 型と、D 型は似てるというより、ほとんど一緒だったね。機能は限定されているけど。そうだね。JK 型スリップスロップの、トグル動作だけに特化して、入力を簡単にしたものと言えるよ。D 型スリップスロップを多段接続することで、カウンターが作れるんだ。最後に D 型スリップスロップを見てみよう。このスリップスロップでは、同期信号が1の時の D の入力を、Q に出力するという動作をするよ。Q バーは、Q の逆論理になるのは一緒だね。D は、ディレイ、の頭文字だよ。これが、D 型スリップスロップの論理図だよ。右側のNANDゲート2つは、実は RS 型スリップスロップで、入力を反転させたものと同化なんだ。では、初期状態が図のようになっているとして、動きを見ていってみよう。このように、両方の入力が0の時は、出力はそのまま保持される。NANDゲートは、入力が全部1の時だけ、出力が0になることに注意だよ。では、D だけが1の時の動きを見てみよう。この時も、出力は保持されているね。これは、同期信号を動かしていないからなんだ。ここで、同期信号を1にすると、ようやく出力が変化するよ。D 型スリップスロップは、同期信号が1の時の D の入力を、Q に出力するという動作を、確かにしているね。同期信号が1の時は動作するので、この状態から、D を0にすると、出力は変化するんだ。なので、不要な時に出力が変化しないよう、同期信号を管理しないといけないよ。へえ、よく考えられているんだね。でも、これはどういう使われ方をするの？出力が同期信号を待つイメージの動作をするので、ディレイの文字通り、入力した信号を待たせる形になるんだ。単独だと、S ラムのような記憶に使われるし、複数をつないで、シフトレジスタを作ったりするよ。すごくややこしいので、エッジトリガ方式は省略しているけど、基本的に、エッジトリガ方式が使われるんだ。多段の D 型スリップスロップを、同じ同期信号で使えるからね。では、だいぶ長丁場になってしまったけど、スリップスロップ全体の心理指標や、用途についてまとめよう。もう忘れてるかもしれないけど、最初は RS 型スリップスロップ、NQ、は、Q バーのことだよ。入力が2つとも1、は禁止だったね。両方が0なら、1000の入力を保持するよ。RS 型スリップスロップはあまり使われていないけど、機械式スイッチのチャタリング対策に使われることがあるよ。チャタリングって何？接点が触れるか触れないかのタイミングで、
信号が高速でオンとオフを繰り返してしまう現象だよ。バネを使う機械式スイッチではよく起こるんだ。次は JK 型フリップフロップ。 J がセット、 K がリセットの働きをするのと RS 型で禁止だった両方の入力が1の時には出力が反転するんだったね。 JK 型フリップフロップは心理指標を知識として問われることがあるくらいで、今はあまり使われていないよ。状態の記憶なら D 型を使うし、反転動作させるなら D 型を使うからね。冷静型かわいそう。では D 型フリップフロップを見てみよう。これは立ち下がりエッジで動作するタイプだけど、立ち上がりエッジで動く場合もあるよ。単体で使われることはあまりなくて、出力を次段の T に入力して多段にすることでカウンターを作れるんだ。またクロック信号の周期を2倍4倍と遅くするのにも使われるよ。最後は D 型フリップフロップ。同期信号が固定されている時の表では出力は変化しないことがわかるね。この特性から各種レジスタの1ビット記憶素子として使われるよ。同期信号を変化させるとその時の入力を出力に反映させるのがわかるね。これも立ち下がりエッジタイプの例なので、立ち上がりエッジで変化するタイプもあるよ。とまあ代表的なところを解説してきたけど、どうだったかな。論理回路はこの動画で出したもの以外にもあったりするので、気になる人は調べてみてね。ちなみに立ち下がりエッジはネガティブエッジ、立ち上がりエッジはポジティブエッジとも言うので、調べてる時に混乱しないようにしてね。わかりにくいところがあったらコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。